昨年の全日本大学野球選手権、8つよ入りした仙台大に、グラウンド外でスポットライトを浴びた選手がいた。当時3年生の池田亮太投手、千葉敬愛だ。スタンドでアニメ、スパイ×ファミリーのキャラクターアーニャにふした応援を披露。ユニークな踊りや工場が SNS 上などで話題を呼び、一躍人気者になった。動画 全面人工芝のグラウンドに室内練習場も仙台大の練習に密着池田は昨年の活躍をああやって注目されるのは嬉しいことなんですけどと振り返りつつやっぱり悔しかったですマウンドには立っていないのでと本音を明かす140キロ台の速球を武器に持つ左腕で2年時にリーグ戦デビューを果たすも昨年は公式戦登板ゼロ 本職の野球でで目立つことはできなかった。太ったことでコントロールが悪くなって、怪我もしやすくなった、と不調の要因を分析。今オフは生活習慣を改めて減量に励み、マックス88キロだった体重を75キロまで落とした。一方、痩せて野球がダメになったら意味がない、との考えでウエイトトレーニングにも力を入れ、筋肉量は維持。 大学ラストイヤーを迎える今年のオープン戦は A チームでの起用が続いており、3月には自己最速を1キロ更新する147キロを叩き出した。3月下旬に開催された東北地区社会人、大学野球対抗戦では、TDK 戦で高級遠をやってのけた。同点の6回、1、2、3塁のピンチで投板すると、4、5番の左打者2人を連続三振に仕留め、 マウンド上で勝手に出たという雄たけびを上げた続く7回は走者を残して降板したもののこの回もチェンジアップで三振を奪うなど持ち味を発揮池田は緊迫した場面で投げて抑えられたのは大きな成長7回は3アウトを取りきれない爪の甘さが出たと収穫と課題を口にした速球はもちろん5種類の変化球カーブスライダーカットボール チェンジアップ、パーム、模質が高く、投手としての実力は申し分ない。あとは公式戦で結果を残すだけだ。去年、応援席で見ていたこともあって、今こうやってマウンドに立てていることにすごくありがたみを感じています。今春はまずは怪我なく、リーグ戦の第1戦から優勝決定戦までベンチに入ることが目標。その上で、アーニャとしてではなく、 野球をするピッチャーとしての自分に注目してほしいです今年は池田亮太が魂の投球で仙台大を勝利に導く